ぜひ皆さんの協力をいただきまして私が考えている日本の若者の意識改革をですね一緒にやっていただければなというふうに思っておりますので以下の説明を読んでいただきまして賛同いただけましたら協力をいただきたいと思います。 CJS をご覧の皆様こんにちは神谷宗平です。本日も縄文発ま祭の旅伊京さんとともにお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。まあ前回からいよいよ本編に入って前回第一章でえまあひな祭りとかあったんだよという話で私も自分でねこの番組作りたいと言いながらびっくりしましたけれどもはい今日は第二章ということでまたテーマが変わってくるかと思うんですけどもはい二章今日はどういうタイトルなんでしょう。え二あやのですねタイトルは雨七夜 とこみきのあやという話ですね。雨ななよ、とこみきのあや、お酒がどうして生まれたのかという話が出てきます。今ね、お酒の話はもう君の名はでもね、三光神酒があれでだいぶ有名になりましたけどね。はい。お酒ってどうやって生まれたと思いますか？お酒はだから米を発酵させるんですよね。そうですね。はい。だからなんかお米 いや、まあ、例えば、今日、偶然、偶然、なんか、お米が水に浸かって。置い。ておいたら、発酵しちゃってたみたいな。はい、あ、もう、まさに、その通りなんですね。<笑><笑>ええ、<laughs> はい。で、それはですね。ええー、竹株という、竹の切り口にですね。はい、あの、スズメがなぜかね。はい、あの、お米をそこに入れてたんですよ。ほう,ほうほう。多分、貯めといたんでしょうね。ほうほうほう。そしたら、あんな水が来て。はい、で、それが自然発酵したんです、ね。はい。 で、どうもね、竹っていうのは殺菌作用もあるんじゃないですかね。はい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 、ありそうですそんなわけで、お米が自然発酵して、それがいい香りをしてきたんですね。それを見つけた方がいらっしゃいましてね、スクナミカという方ですね。それを天皇家に献上して、そこからですね、お酒が生まれてるんですね。へー、スズメが作ったんですかそうスズメが。それがさっき、あの前回ですね、ちょっとお話ししました、このですね、この、この、この、 笹波寺お酒の波の寺このところで発見したんですね滋賀県でお酒が生まれたということです口ここに井の口という地名があるんですね。これもホツマに出てくるんですこの井の口にすくなみカミというそこの守ってる人がいてすくなみカミがこの竹株にお酒を入れてるのを見てお米を入れてるのを見て発酵してということがここに書いてあるんですがこれが紀元前の約2500年の話 4500年前、はい、日本5000年の歴史ですね。そうなるですから日本の発酵文化っていうのは、ここから生まれているという大事な情報がここにあるわけですね。もう発酵食品は世界一ですからね、間違いなく。はい、そうなんです。はい。 でもそれ年代も書いてあるんですか。そのぐらいに。えっと、これはですね。一応年代順に書いてあるので、あの年代が大体そう、推定できるんですね。で、古代の年代はどうふうにしてですね。あの、測ったかというと、計算したかというとですね。マサカキの木という木がありまして、それが一本枯れるとですね。あの、何年経ったと。いう解釈ができるんです。ねで、カキが何本枯れたから。今はこの時代だというふうに、 骨までは表記されています。ええ、マサカキの木の。はい。で、このマサカキの木は別名鈴木と言いまして、はい。今の鈴木さんの地名お名前に共通するとこかあるんですね。うん。鈴木さんは時を刻んでたわけですね。はい。そうか。えで、その雨を七代っていう雨の代というのはですね、まず国と子たちから始まりまして、はい。あの歴代のですね天皇が ずっと書いてあるんですが二、うん、代目の天皇はですねさっきの八王子、はい、えと、えー、申し上げました、うん、えの,江の御寿という方が、はいえー、なさる、えー、天皇になるわけですが、うん、次にですね江の御寿は戸の御寿という方に、えー、お譲りなんですね。うん、でそのお譲りになった後の、えー、方の天皇家のお名前が書いてあります。うんはい、まず国国たちそして江の国 江の美子ですね。はい、次に、都の君美子という方、その次に現れたのは豊君ヌという方です。豊君ヌ、豊豊かな雲の主と書いたりする方ですね。はいはい、その次に海辻に須辻にという方が。はい、このこの時から沖崎の名前が書いてあるんですね。はい、なぜ沖崎が書いてあるかというと結婚の儀式がここから始まったということがわかるわけです。うん、なるほど。 そして次の天皇になれた方が大戸の地、大と前、はい、そして六代目がおもたるかしこねと、はい。はい。これが一代から六代目なんですね。はい。で今度は七代目がどなたになるかというと伊沢浪伊沢浪の御子という方につながる。なるほど、はい、なるほど。でもそれは古事記となんかちょっと似てますね。あ似てますね。ね名前は違いますけどもはいはい。 その部分は結構近いと思うんですがこのこれは実在した人であるということはまず重要でありまして、うん、そしてこのイザナギイザナミの御事というのはですね高見結びという家柄から生まれるんですよ、はいうん、高見結びというのはですねよく古事記では増加三神、ね、そうですね,出てきますね高見結び、寒見結び、はい、そして雨水中のしというわけですけれども、はい、ホツマではですね高見結びというのは、えー、代々家柄を継いでいる一族 で一代目高見結び、二代目高見結びとそういうふうに繋がって、そういう形になってるんですね。なるほど。はい。で五代目高見結びというのが伊勢神宮の下宮にいらっしゃいます豊受の神様、豊受神ということになります。うん。なるほどなるほど。はいはい。ですから豊受神というのはですね、実はイザナミ様のお父様になるんですね。ああ、そうなるんですか。はい。でそのことはわかるんです。はい。でそのお子様が アマテル神、アマテラスオミカミですね、はい。そうしますとどうでしょうか。よく伊勢神宮に参拝するときは下宮先祖と言いまして、はい、下宮から先行きましょう,う、ねはい、というふうに言われますが、はい、その意味は実は豊穣神様はアマテル神のご先祖であるということになるわけですね、うん。ね、はい、ですからご先祖様が先回りましょうということになってきます、はい。じゃあある意味おじいさんになるわけですね。はい。はい なるほどなるほどじゃあちゃんとそういう豊家のおっていう表記があるんですかという表記がしあってこの方は本当に素晴らしい方であるということはかりすね。なるほどる神様ですもんね今ね。はそうなんですけど食だけでなくてですねいろんな太マりというですねこういったものも考案なさったりとかですね太マりですね。それから えー、乗馬の、えー、達人でもありまして、はい、乗馬の、えー、仕方も教えたり、うん、それからあと医学ですね、はい、あとそれから鉱物を抽出する技術とか、はい、そういったものを、えー、豊家神が全部ご存知だったんですね<ー>、はい、かなりの知恵者だったわけですねそうですね、はい、でだから豊家神がそういう方ですよっていうことがコウホツマのよにいろいろ出てきます分かってきますはい なるほど。第二章は初代から6代までの7代ですねいざいを入れればねことが書いてありますよということでそれでまあその時にやはりですね結婚式どううにして行われたかと先ほどできたお酒でお酒を組み交わすんですね。でそれが3月の3日に行われるということでですね。 それがひな祭りの原型になるわけですですから結婚式というのはひな祭りとつながってくるわけですね、うん、で、それも桃の木の下で行えたんですね、うん、で夜お酒を組み交わします、はいえー、その時にお月様が逆さに移ってたので、うん、それが酒月という言葉なんですねへ、えー <laughs> なるほどなるほどおー酒月の語源はお月様が逆さに移ってたからそう,そうなんですよ、えー <laughs> そういうことは書いてありますね。はい、面白いですね。面白いですね。<laughs> <laughs> 面白いですね。はい。はあ、い<ー>。それが実際に地名で残っている。<laughs> はい。この琵琶湖のですね。うそういうところが。 わかりますので、旅が一層面白くなります。まあ確かにね、なんか僕の田舎でみんなひな祭りとか女の子はやりましたけども、なんかえっと早くちゃんと片付けないと、なんかお嫁にき遅れるよみたいな、なんかそういうこと言ってましたね。はい、結婚式とやっぱり関わりがありまして、確か神谷さん福井県、福井です。ご出身です。福井県というのはね、結婚式一番こだわる県だ。あそうです。聞いたことありますか。 いやそんなに僕福井結婚式行ったことないんであそうですかはいよくあの聞くんですけどねはい実は福井に日野神社となりましてはいはいありますそこにですね実はこの宇比チン素比チンさんがいらしたはいですねへえやっぱ北陸の方なんですねはいもとのスタートは北陸市があの辺にはいはいいらしたとそうですね。 いやもうなんか聞いていけばきりがないようなあれですけどもまあ第2綾はですねえそういった初代天皇から七代までのお年それからひな祭りとかそういうことは書いてあります。ということであとお酒のルーツ。お酒のルーツはいいや今日はね滋賀県の方福井県の方嬉しい喜んでらっしゃると思いますけどまたねお酒作りの方ぜひねはいこれを知ってほしいんですね。ははいい ありがとうございます。ではまた次回第3アヤでですね、はい、イザナミ、イザナキイザナミのところをはいやっていきたいと思います。はい、ではまた次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。